はい、ひなずる姫紀行です。今日は秋山村を回りたいと思いますね。まあ、ここは直接何かということではないんですけども、ちょっと古いものがありましたので、羽黒山とか書いてありますね。湯戸の山、これ出羽三山のことですよね。まあ、こういったものが整備されて、まあ、ここにもともとあったのではないでしょうけど、いわゆるここはですね、秋山村に向かう道で、まあ、現上野原市ですけど、ちょっと今回は秋山村で通しますけど、秋山村のですね、まあ、言うなればひなずる街道と、まあ、現在そう呼ばれるかは分かりませんけど、まあ、愛称としてですね、そういう名前が、古い本なんか、あと民話の本なんかにもよく出てくるんで、今日は秋山村とひなずる街道でちょっと通したいと思います。ひなずる姫紀行なんですけども、まあ、最近では津久井三姫、串川姫、それと小山田織花姫、この3人の姫をですね合わせて、まあ、津久井三姫の姫の物語と、ちょっと時代も内容も全く違うんですけども、まあ、津久井地域のですね、有名なこの3人の姫を、まあ、対象とした、まあ、その伝承というか、織花姫の方も回ってますけども、串川姫は少し題材が少なくてですね、取材地も少ないんですけど、それぞれですね、ビデオ出してますんで合わせてご覧ください。ひなずる姫の方はちょっとね、最近来てなかったんで、以前に撮影したところと合わせてですね、今日は一通り、話をしていきたいと思いますね。まずここは奥牧野、牧野のですね、ちょっと先の方で、バス停の奥牧野からちょっと先のところにある、これ道祖神ではないんですけど、その場所になります。でここは後ろに、奥牧野生活改善センターというふうになってますよね。まあ、集落ごとにですね、まあ、ここの場合はほとんど道がですね、あまり一本道といえば一本道ですので、整備されているという、ですから当時姫たちがですね、実際逃避行をして、この道をたどったかどうかちょっと分かりませんし、まあ、実際拡幅されてですね、集落の中に入り組んでいるような細かい道の方が、まあ、本当の道なのかもしれませんけど、まあ、その通りちょっとたどるというわけにはいきませんけど、関係ゆかりの地を今日は巡りたいと思います。ではよろしくお願いします。